響きは、半球フェリーが運行しているフェリー。フェリーセッツ、フェリースオの大船として2013年に発注され、両船の泉と共に、三菱重工業下関造船所で建造された。2014年11月25日に浸水、浸水式の質な切断は、2014年度、ミスユニバース、日本代表の辻慶子が言った。 2015年4月16日に竣工して、阪急フェリーに引き渡され、新文字泉大津航路に4月21日に就航した。大型化により車両搭載能力を大幅に増強する一方、各首相、エネ技術により燃費を20%以上効率化した点、また充実した旅客設備が評価され、日本船舶海洋工学会が選定する。 シップ・オブ・ザ・イヤー2015を両線の泉と共に受賞した。セット内海航路に就航するフェリーとしては最大級である。従来線より船体を約3.2メートル拡幅して、車両積載区画の0円数を1レーン追加、乗用車の搭載区画の位置を変更したことで、車両積載能力は約2割増加した。同時に、各首相、 エネ技術の導入により燃費は最大3割向上し、運行コストと環境負荷の低減を念頭に置いた設計となっている。デュアルハイブリッド推進システムを国内のフェリーで初めて採用した。大型フェリーで標準的に採用されている中速ディーゼル式2機、可変ピッチプロペラ2軸の基幹構成を基本に、電動危険用の軸発電機を搭載した。 手機に接続した電動機械用自家発電機を負荷に応じて、推進モードと給電モードを選択して運転することで、手機関を高効率の出力域で運転し、主発電機関の運転時間を削減するシステムとなっている。その他、船底から空気を噴出することで生じた気泡で、船体抵抗を低減させる三菱、空気潤滑システムの搭載、 バトックフロー線微線形の採用、手記排熱回収装置による排熱利用、運行支援システムによる管理などにより、運行に必要なエネルギーを低減している。船内は和の心をコンセプトにデザインされている。個室需要を満たすため従来線と比較して、スイート、デラックスの部屋数が大幅に増やされた。一部個室には、身体障害者専用室、 レディースキン演出が設定されている。スタンダードのオーベも個人用ロッカーや電源コンセントが設置され、スタンダード用室の二段ベッドは、高齢者や子供の利用を考慮して、はしごから階段に変更された。パブリックスペース教職、物販設備、娯楽設備、入浴設備。ありがとうございます。